はいどうも、全力絶叫 YouTuber、ビーモレルです。おはようございます。唐突なんですけども、またこのビーモレル騒動が再燃をしておりまして、ビーモレルとは、ビーモレル楽天ファン説がまた上がっておりまして、コメント欄の方で。まあ、これ定期的にね、上がる話題なんですけども、ビーモレルが楽天ファンなんじゃないかと。お前、オリックスファンじゃないの、楽天ファンやろとね、たまに言われるんですよね。それがちょっとまた昨日あたりからまた再燃しておりまして、なんぞやと。俺が楽天ファンである理由がどこにあるんだと。なんで俺が、遠くに縁もゆかりもないのに、急に楽天ファンになるんだと。なんでも言うと、俺は楽天応援歌ファンだと。まだちょっと不可解なね、流れが来てるんですけども。はい、まあ、この原因としましては、昨日僕が、オリックスの試合後動画を休んだ理由というか、もうことに関してなんですけど、そうですね、僕昨日オリックス対楽天の試合後の、まあ、感想動画のお休みしまして、ね、毎試合オリックスの試合後に感想動画ってのを上げてるんですけども、まあ、昨日休んだ理由としましては、ちょっと喉をいたわるため、まあ僕の喉もね、ピッチャーの方同様消耗品ですから、オリックスも3連投禁止とかやってますから、まあ、ビーモレルなんかも毎週6連投ですからね。ということで、ちょっちゅうの頭、喉を休めとく必要があるのか。それに加えて、昨日、サークルチェンジで、応援歌がかなり盛り上がりまして、応援歌大合唱メドレーみたいになったんですよね。ってところで、僕も結構遅くまで応援歌歌って叫びまくってたね、もう昨日ほぼ応援歌でやったな。でまあ昨日の試合もね、まあオリックス勝ちましたけど、割とあっさりした試合やったんで、まあその喉を酷使して振り返るほどでもないかなというところで、お休みさせてもらって、でその旨をコミュニティの投稿の方でね、やらしてもらったんですよ。応援歌歌いすぎて喉の調子いたわるために休みますっていう、はい、投稿始まったんですよね。でそこの投稿のコメントにちょっと疑惑のコメントが来ておりまして、うん、まあ、ね、ゆっくりしてくださいとかお大事にとか結構気使ってくださるコメントもね、ありがとあるんですけども、例えばこれですね。楽天負けたのがショックだから、だから言い漏れるっつって、なんでやねん。そのムーブになるのは、それ楽天ファン YouTuber やろ。うん、俺はオリックスファンやねん。楽天ファンの YouTuber がいるかどうかちょっとわからんけどさ、それでもホーミーズの楽天ファンの千葉慎が、ね、楽天応援チャンネル開設とかしたらね、それはそうなるでしょうけど、俺はならんよ。俺は昨日は喉を気遣って休む、それだけや。まあ、試合結果に対してショックとか思ってません。そうなんですよね。楽天戦になるとやっぱね、こういうね、コメントが来るんですよ、おかしい。まあ、まあ、このコメントに関しては、まあそのガチなアンチとかではなくて、まあ長いビーモレルの視聴者で、まあ、いじりかなとも思ったりもするんですよね。まあそういう流れもありますから、まあ、そういういじりっていう風に捉えることもできるんですよ。まあまあだから、これはまあ、もう、まあはい、わかったわかったと、はい、言わせていただけるんですけども、例えばこれですね。これだけ店内が盛り上がったということですよね。それは楽天戦ですから、汗。いや、まあ、盛り上がりましたよ。うん、それ盛り上がりましたけど、楽天戦ですからって、その最後の文章なんだと。楽天戦やから盛り上がるんかと、日ハム戦やったら盛り上がるのかっていうね、そういう話なんですけども、はい、なんで楽天戦でそれ強調されてるのかなと。うん、これね、もう一番ナチュラルですね。うん、多分これ本気で言ってますね。今日は動画投稿さんやと思ったら、楽天戦ということで、気合入れて楽天応援歌歌いまくったんだな。ここで島内、辰巳、お断りっく、鈴木大地など、名応援歌を全力で熱唱して、店内が盛り上がる姿が容易に想像できたよ。まあ、無理しないでゆっくり休んでくれ。俺も次、作戦に行くときは、楽天 VS オリックスの試合に、参戦してみたい、つって。このまず、文面が、これまず僕を本気で心配してくれてるから、多分ネタじゃないし、ただこの、ね、詳しく、僕が、楽天の名応援歌たちを全力で熱唱してるっていう姿で容易に想像できたよと。はい。これに関しては、もうガチだし、俺がもう作戦で応援歌が盛り上がったって、それも、楽天の応援歌を歌ってること決めつけてるやんけ！いや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 、でも現場にいなかったんでしょ？作戦の様子は別に配信してませんし、でもなんかお断りくすここ島とか歌ってるんでしょっていうもうね。はい。容易に想像できたよ。うん。次、楽天対 VS オリックスの作戦行きたいっつって、もう楽天ファンやし。もうこれ、ナチュラルに、ビーモレルが楽天の応援歌をウッキウキで歌ってることを本気で信じてる、このピュアな方なんですよ。作戦の、この現場にいない人が、そんな容易に僕のね、姿をね、想像してもらったらね、困るんですよ！まあ、残念ながら、事実なんですけど。まあ、そうですね。うん。まあ、この方の言う通り、まあ昨日のサークルチェンジは、そうですね、この通り、楽天応援歌メインで大熱唱パレードが行われていましたね。はい。
当たりです。予想してもらって容易に想像できた当たりです。はい、おめでとうございます。悔しいですが。そうですね、昨日サークルチェンジ、まあありがたいことに満席でしてね、まあ早い段階から。で、まあその内訳なんですけども、楽天ファンがやはり結構人数占めておりまして、で、楽天ファンの方が、応援歌を、彼らから大熱唱することによって、僕もやっぱそれに乗ってしまうと。僕が先導してるわけではなかったんですけど、お客様の方から、楽天の応援歌がもう湧いてきて、僕がそれに合わせて、ゴーゴーカズキ言うてたらね、それで大盛り上がりになって、もう試合後までもずっと応援歌熱唱メドレーやったっていうね。はい。まあそういう流れなんですけど、まあだから僕が先導してるわけではないですけど、もう特に昨日ね、たとみが結婚報道出たんでね、もうたとみの打席なんかもうみんなでもう、チューリーチーチェレチェドルルチェルチェレレチュ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 花と光はいただきやっていく限りない夢を叶えるんだ辰巳涼介っていうね、もうみんなで全力大熱唱やったんですけども、はい。はい。まあ、それでちょっと僕も喉を潰しまして、昨日はちょっとお休みさせてもらったんですけど、これが楽天ファンって言われる要因ですかね。でも僕先導してないんですけど、ただやっぱ昨日のお客様にも、まあ、あまりに僕が楽天の応援歌詳しいから、モレルさん楽天ファンですよねって言われたんですけど、はい。そんなことないですよ。僕全球団の応援歌全然いけるんでね、はい。楽天だけじゃなくてね。そういうとこなんですかね。やっぱ、応援歌を歌いすぎたらやっぱね、勘違いされるんですかね。はい。まあ、何度も言いますけど、楽天ファンではありません。楽天応援歌ファン、いや、陣と塩ファンです。いや、もうここで島内の応援歌ファンです。はい。もうなんなら島内ファンでもない。島内の応援歌ファンです。たとみの応援歌ファンです。オリックスファンです。はい。だから、そこのところは皆さん、今一度、再確認。はい。もう、視聴者の皆さんのね、僕の信頼関係ですから、そこを崩すわけにいかないんで、そこはちょっと皆さん、しっかりとね、お互い分かり合いましょう。ね。はい。ということで、これからも、B モレルのよろしくお願いします。はい。震えて眠れ